立ち並ぶ陰景の石像写真内だけで少なくとも八本願いを書いた陶器製断根像を誇ら内部。正面に祭壇。左側にも陶器製断根像山口県内の一地図あさ羅観論は山口県長門市原山温泉家安田にある寺院、祠、ら。子孫繁栄、勢力増強、良縁、恋愛成就、夫婦円満などにご利益があるとされている。 戦国時代に滅ぼされた大内氏の一人で、幼くして殺された、大内漢字丸の霊を慰めるために建立された。田原山温泉街から1キロメートルほど離れた、県道281号線の山の斜面にある。観音を祀ってある、小さな祠の周囲には、たくさんの陰形の石像が置かれ、願い事を唱えながらその祈祷の部分を撫でるとより、ご利益が増すと言われる。石像は、 敷地内に十数体あり、中には高さ1メートルを超えるサイズもある。これらはすべて外部から持ち込まれた奉納品である。小宝祈願や安山だけでなく、野尿症や性病に悩んで参拝する客も多い。願い事が書き込まれた高さ15センチメートルほどの陶器製団根像が数多く奉納されており、敷地内左手奥の祠に陳列されている。 アサラ観音は地元の人々にも大切にされており、交代で清掃、整備が行われている。毎年5月にアサラ観音祭が執り行われる。例年、長門市長や地元関係者も参列し、バザーやもちまきも開催される。また、田原山温泉の旅館経営者によって、大内愛し、アサラ観音の歌というレコードが作られており、5月のアサラ観音祭でも、 曲に合わせた踊りが奉納される。曲の歌詞は、大内勘十丸、口術の魂を慰める哀愁を帯びた、内容とされる。戦国時代の1551年9月1日、当時の素王、長戸、岩見、秋、武前、筑前の大衆だった、大内義高は、歌詞員であった、東春方の謀反によって攻められた。義高は、山口から長と仙崎に逃れ、 海路で遠石にあたる岩見の吉見正よりを頼ろうと、下が悪天候のために船を出せず、長と湯本温泉の大明寺に戻りそこで自陣した。吉高の子である、大内義孫は、小畑義兼に連れられて、山を越えて、逃亡を試みたが捕らえられ、翌日の9月2日にこの地の奥で殺された。大内義孫の墓は、現在の長と下原山上安田にある。 大内義高の橋の大内寛寿丸は、大内寺の兵の後に助走して山中に隠れて、生活していた。しかし、翌年の1552年に、唐の兵に捕らえられ、兄、大内義孫と同じこの地で殺された。この時男児であるという証拠のために、寛古と武器丸の陰形が切断され、持ち帰られたとされる。このことを不憫に思った住人がその霊を慰める。 ために、観音堂を作った。やがて、祠らは、本来の大内漢字丸の異例の意味に加えて、小宝祈願や健康増強の場として意味を持つようになり、多くの参拝者で賑わうようになった。ありがとうございます。